はい動画をご覧いただきありがとうございますでは前回に引き続きタクシーのアホ客14線ということで、えー、前回は7個目まで紹介したので今回はその続きを紹介していきますちなみに前回紹介したアホ客はご覧の通りです、えー、では続きの8個目ですが、えー、これは無理な運転を強要してくるですあのー、一方通行の道を行けとか バックできない場所でバックして U ターンしろとか言ってくるパターンですこれはもう普通に交通違反ですのでそれを咎めて文句を言うようならそのまま交番か警察署に連れていくだけですあの一回アホなおっさんが捕まったら俺が責任取るからそこ通ってくれって言ってあの一方通行の道路を逆走させようとしたことがありました、えー、もちろん、えー、交通違反の責任を第三者が取れるわけがありませんので その場でおっさんは下ろしましまた9個目が、ドアを勝手に開閉するです。これはちょこちょこいろんなところで発信しているので、聞いたこともある人もいるかもしれませんが、えー、理由としては2つあります。まず1つ目が、あのー、お客さんが勝手に開けて外に、外にいる人とぶつかったら、これがドライバーの責任になってしまうので困るっていうのがまあ1つ。でもう1つが あのほとんどのタクシーがそうだと思うんですけども、もうドアの開閉というのは、運転席の横にあるレバーなんです、あのレバーを上げればえドア、扉が開いて、下ろすと扉が閉まるという、つまりドアを勝手に開けると、あの横にあるレバーも上がるので、あの右手に直撃してくるんですね、まあ、そういった事情もありますので、ドアの開閉はドライバーに一任してください。 そして続きまして10個目があの裏道を使うと切れるですあのこれを言うのはもうほとんど高齢女性が多いですかねあの前回の動画でも言ったようにドライバーは基本的に最速最短で送迎したいものですなので当然裏道も結構使いますただ高齢女性とかはもう普段使っている道を通らないと気が済まないのか あの知らない道を通るとすぐにどこ走ってんのって言ってきたりしますこちらはよかれと思って裏道使ってるんですが知らないのを棚に上げてドライバーを責めないでもらいたいものです、えー、そして11個目が到着した時に値段を聞いてくるですあのどういうことかというと到着して停車したところでこちらからお待たせ,お待たせしました内縁ですっていうふうに言うんですけども この何円ですにかぶせるようにおいくらですかって聞いてくるアホ客が非常に多いです、まあ、これもほぼ高齢者なんですけども今は行ってるからっていう話なんですよねそもそも助手席の後ろ側つまりは客の目の前のモニターがあってそこに金額も書いてあるので、まあ、聞かなくても目の前を見ればわかるんですよねなのでまあ年取ると目の前すら見えなくなるんでしょうか あとはまだ車が動いているのに,に値段を聞いてくるアホ客もいますあの停車するのは毎回横見て後ろを見てで注意して気を張っているんだから止まるまで待ってください危険です、えー、そして12個目が美味しいお店を教えてと聞いてくるですあのまあ知ってるわけがないですねドライバーが知っているのは道だけです飲食店の情報は知りません タクシードライバーの稼ぎで外食ばかりできるはずもありませんし最近は地元じゃないドライバーも多いのでおいしい店を聞いても答えられない人がほとんどかとは思いますあのただ個人でやっているド,ドライバーならば長くやっている分それなりに飲食店の情報は持っているかもしれません、えー、そして13個目が金持ち自慢してくるおっさんですあのこの前キャバクラで100万使っちゃったとか 俺めちゃくちゃ稼いでるんだよねって言ってくるおっさんですねいやそんなやついんのかよと思うかもしれませんが結構いますまあこれはもうアホ客というか哀れですねしかも自慢してくるくせにお釣りは,はきっちりもらっていきますまあそれは当たり前だしいいんですけどもあの優しいお客さんだと細かいお釣りなんかはチップだよって言って渡してくれることが多いんですね それだけになんか自慢してだけしてくるおっさんっていうのは本当は哀れだなと思います、えー、そしてラスト14個目が交差点でタクシーを拾うですこれも結構多いですねあの100歩譲って赤信号で止まっているうちに乗り込んでくるならまだいいんですけども走って交差点に進入してきたタクシーを拾おうとしても無理です止まれるはずがありません交通ルール的にはアウトですし普通に危険です まあアホ客なんでそんなことすら頭が回らないのかもしれませんがタクシーを拾うならばちゃんと安全に乗り降りできるところで拾ってくださいこれはアプリでも言えて交差点を乗車場所に指定しないでくださいと言いたいですね、えー、ということでタクシーのアホ客14選前編後編に分かれて紹介させていただきました、えー、ただし今回紹介したのはほんの一部です実際はまだまだいろんなアホ客がいます えー、今回はタクシーのアホ客について紹介しましたがそれでも今までやってきた接客企業の中ではタクシーの客はまだマシな方でした小売店やってた時の方がもっとヤバいアホ客が多かったです特にコロナ禍のドラッグストアとか地獄でした、えー、今度機会があればそれも動画に上げていこうかと思いますそれでは最後までご覧いただきありがとうございました